国魔法騎士団本部、大鳥族が侵入した。太陽カパナ付近の魔法騎士団員は速やかに対応せよ。繰り返す。こちらクローバー王国魔法騎士団本部、大鳥族が侵入した。太陽カパナ付近の魔法騎士団員は速やかに対応せよ。復讐の機会を得ることができた。復讐？お前何言ってんだ。あの日私を殺した貴族たちへの復讐だ。私の邪魔をするな。こいつらには悪いが気絶させる。死ぬいける。逃がすなよ。まだ戦える。消え去るがいい。ザラ消え去るがいい。みんなを守れ。消え去るがいい。任せろ。どうだ闇。次は俺の方だ。ザラー。逃がさねえぜ。まだ戦える。いやそうだ。よっしゃー。やるわね。明日。まだ戦える。よっしゃー。まだ戦える。間もなくだ。間もなく現れる100年に一度の赤い月が王都を滅ぼし、我が恨みを晴らす。ちくしょう、逃げられた。カルナ。闇、あなたあいつのこと見てすぐにカルナって呼んだわよね。ああ、あれはカルナだ。でもなんか中身はまるで別人だった。俺たちと最初に会った時に言ってたやつか。そう、お前たちに会う直前に俺はあいつを追ってあのダンジョンに行ったんだ。どう考えてもおかしい。闇がカルナと一緒にいたのは団長が28歳なんだから14年も前のことよねえ闇。カルナはその時何歳だったの。確か18だ。闇が知ってるカルナとさっきのカルナ、見た目に年を取ってるように見えた。いや全く変わってないように見えたな。闇と同じように若返ったとか、そんな偶然あるのかしら。やあ君たち、族撃退よくやってくれたね。魔法帝お疲れ様っす。このさん誰ん。君は闇。闇かい。魔法帝実はダンジョンの奥で若返り。いやーでも昔を思い出すよ、その姿懐かしいね。おっさんも俺のこと知ってるのか。そうだね、もうすぐ会うことになるんじゃないかなと。そうだ、君たちに声をかけた本当の用事を忘れていた。今回王都に賊が侵入したことでしばらく騎士団で守りを固めることにした。だが当然賊を捕らえることも考えなくちゃならない。そこで君たちに賊の追跡を任せたいんだ。ヤミ、君はそのカルナという人物と縁があるようだしね。引き受けてくれるかな？もちろんすよ。よかった。何か分かったら報告してくれたまえ。